リーガエスパニョーラ1994-1995リーガエスパニョーラ1994-1995はスペインの国内プロサッカーリーグリーガエスパニョーラの一部リーグのプリメーラディビシオンの64回目のシーズンである1994年9月3日から1995年6月18日に開催されたセグンダディビシオンから昇格し 本期のプリメーラディビションに参戦するのは、セグンダディビション1993から1994成績上位によって、自動昇格した、RCD エスパニョール、レアルベティスト、プリメーラディビション1993から1994の17位、ラーヨバジェカーノとの入れ替え戦に勝利した SD、SD コンポステラの合わせて3チーム。レアルマドリードが、プリメラディビョン連覇の、 FC バルセロナから派遣を取り戻し、1989から1990シーズン以来5期ぶり26回目の優勝を達成した。シーズン終了後に5位、セビージャ FC と13位、セルタデビーゴのセグンダ・ィビシオンへの降格騒動が発生した。詳細は、セビージャ FC とセルタデビーゴ降格問題の章にて述べる。一連の騒動の結果、 当時プリメイラディビシオンに所属しているチームの権利が優先され、入れ替え戦、広角プレイオフや自動降格枠の制度など、リーグ制度維持のため必ず厳守しなければならな、原則が崩壊してしまった。結果として、本期のプリメイラディビシオン構成クラブで、翌1995から1996シーズンに西軍ダディビシオンへ降格するのは、最下位の CD ログロニエスの1チームのみで、翌シーズン、1995から1996にプリメーラディビシオンに昇格するのは3チームであり、本来20チームで運営するべきプリメーラディビシオンが2チームに拡大させられることになった。ド・サラマンカが1995から1996シーズンのプリメーラディビシオン、スペイン1部リーグに昇格し、 スポルティングで基本がプリメーラディビシオン残留を決めた。プリメーラディビシオン昇格に失敗した UE ゲイ,イダがセグンダディビシオンに残留。アルバセテ・バロンピエが1996から1997シーズンのセグンダディビシオン、スペイン2部リーグへ一度は降格が決定したが、順位的にアルバセテ・バロンピエより上位に当たるセビージ FC と セルタデビー5にチームのセグンダディビジオン、B 広角問題が発生し、両チームの広角で、秋が生じる2つのチーム枠を埋めるため、入れ替え戦の勝敗に関わらずアルバセテ・バロピエの、プリメーラディビジオン残留が承認される。詳細は、次章、セビージャ FC とセルタデビー5広角問題参照の、こと。シーズン終了後の7月31日に、 スペインサッカー連盟はプリメーラディビシオン5位、セビージャ FC と13位、セルタデビー5が連盟の定めた期限までに決算報告を提出しなかった罰則してプロ資格の剥奪とスペインリーグ3部に相当するアマ組織のセグンダディビシオン B、スペインでは一部のプリメーラディビシオン2部のセグンダディビシオンまではプロ組織であり、プロ資格の剥奪によって一部と2部の 両リーグに所属できなくなるに降格する処分を出した。それまでの時点では、降格圏外の上位16チームの他に、入れ替え戦に勝利して、残留を決めた18位、スポルティングで基本と昇格を決めた、ドサラマンが、自動降格にチームと入れ替わる形でプリメーラ、ディビシオン昇格を決めている、CP メリダ、ラーヨバジェカーノで20チームの枠はすべて、決定していたのだが、 1995から1996シーズン開幕を間近に控える中、セビージャ FC とセルタデビー後の降格問題が発生して、2つのチーム枠の空きが突如できたのである。連盟は2つのチーム枠を埋めるため、入れ替え戦に敗退した17位、アルバセテ・バロンピエと自動降格となっている2つのチームのうちで上位に当たる19位のレアルバラドリードについ、 一部残留を承認した。しかし、本来なら、降格圏内ではないチームの降格処分に対して、スペイン各地で処分取り消し運動が巻き起こり、セビージャ FC とセルタデビンゴの降格処分が取り消されることにな。一方、処分取り消しの決定に対して、アルバセテ・バロンピーとレアルバラドリードが抗議し、その結果、1995から1996、 と、1996から1997のに、シーズンに限り、従来の20チームに2チームを加えた22チームでの拡大が認められることになった。最も多く得点を挙げた選手には、ピチ,チーチ賞が贈られる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。